皆さんこんにちは、美容ブロガーのみやびです。今日はですね、ちょうどこの動画を撮っている前日ですねに、白玉注射、グルタチオンの注射を打ってまいりまして、それのおかげですごい今日肌の調子がいいんですよ。なのでもうこれはリクエストいただいていたスキンケアの動画を撮るなら今だと思ってカメラを回しております。はい、今日はですね、なので普段行っているスキンケア、ちょっと何パターンもその日の肌調子とか、まあ、睡眠時間とか肌荒れ具合によって変えているので、いろいろあるにはあるんですけれども、一番スタンダードなスキンケアを取ってみようと思います。ちょっとその前にですね、この白玉注射についてすごく反響がツイッターの方で大きかったので、ちょっと簡単に触れようと思うんですけれども、白玉注射っていうのは、別名ビヨンセ注射とも言われておりまして、ビヨンセさんがすごく美白になられたということで、海外のセレブたちで一気に流行りまして、日本では K-POP のアイドル、本当すごく真っ白ですよね。 K-POP のアイドルがこれを本当頻繁に打っているっていうのと、あと AKB だとね、指原さんとかが打ってるのも公表されてるかと思うんですけれども、そういったことで日本でも今一番人気の注射だそうです。私が受けたクリニックでもこれ1回7000円なんですけれども、一番人気の注射っていう風に伺いました。でですね、この美白効果っていうのがグルタチオの、メインの効果にはなるんですけれども、肌を白くしてくれる2つの、作用があります。で、1つがですね、メラニンの抑制作用、お肌を黒くする原因となりますメラニンですね、こちらを作るのをそもそも抑制してくれるという効果と、もう1つは、抗酸化作用があります。抗酸化作用といいますのが、人間の老化の原因と言われております活性酸素ですね、紫外線に当たったりですとか、ストレス、あとはもう吸った空気の一部は活性酸素にもなってしまうので、生きているだけで絶対活性酸素は出るんですよ。それがどうしても老化ですとか、健康を害してしまう原因となってしまうんですけれども、それから守ってくれるのが抗酸化作用です。この2つがとても強力に入っておりますので、お肌の透明感、美白っていうところと、あとはアンチエイジングにとても効果的です。やっぱり今日朝起きてめちゃくちゃ肌の調子がやっぱいいんですよ。もう最近睡眠時間が安定しなくって、ちょっと暑いせいか息子がクーラーのタイマーが切れるたびに起きちゃったりとか、クーラーが寒すぎて起きちゃったりとか、とにかく起きるんですよね。で、それで私もちょっとなかなか寝れていなくって、肌の調子が安定しなくって、ちょっとスキンケア動画撮るの辛いなって思ってたんですけど、それがグルタチオン注射1回で一発で肌がパーンってなりました。はい、もうすっごいこうハイライトとかも入れてないんですけど、結構ツヤツヤで嬉しいです。またね、ちょっともし定期的に打つようなことがあったらご紹介しようと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ちょっと長くなってしまうので、この注射と点滴の違いですとか、その他の効果の詳細についてはブログの方に載せておりますので、よかったら概要欄の方からチェックしてみてください。はい、では今日はスキンケアの動画を撮ろうと思います。で、ちょっと一回メイク全部落としてきます。はい、ちょっと洗顔で顔を全部落としてきました。でですね、いつも洗顔後一番最初に使うスキンケアが、こちらですね、メルビータのネクターブランウォーターオイルデュオ、こちらを使ってます。で、こちら美白美容液で、ちょっと化粧水部分とオイル部分2層式になっていて、洗顔後すぐに使っていただくタイプなんですけれども、やっぱり2層式でオイルが含まれているので、ちょっとこの皮膚の電流が通りにくくなってしまうんですよ。なのでこれでちょっとお風呂上がりは全体をこう一回こうコロコロね、それぞれこうコロコロっとして、一通りコロコロしてから、こちらのメルビータネクターブランウォーターオイルデュオを使っています。はい、こちら2層式なのでしっかり振っていきます。今これちょっと2、3回プッシュして、手のひらに伸ばして、ここ全体を包み込むように包みます。肌が薄くて弱いので、こうたくさんのものをつけても受け入れられないんですよ。なのでどっちかっていうと、こういうオーガニックのトリロジーのラインで肌の細胞を太らせて皮膚を分厚く育てるっていうようなケアをメインにやってます。で、こちらがトリロジーのハイドレーティングミストトナーです。で、これをですね、いつも直接吹きかけてます。こんな感じでミストを全体に押さえます。次にですね、こちらがウェリナの、クリアベリーミルクを使ってます。
化粧品の成分って水とグリセリンが一番、まあ、前に来ているっていうことが多いんですけど、このウェリナもそうで、けどこのウェリナの場合はミネラルたっぷりの水を使ってますので、ちょっとその顆粒深層水の効果を使いたくって、こちらを挟んでます。で最後がクリームですね。トリロジーのロザピンナイトクリームを使ってます。やっぱりトリロジーのクリームはすごく肌に厚みが出て皮膚が健康になる気がして気に入ってます。こうアトピー肌ですとか敏感肌の方にとって、やっぱり健康な皮膚を長く維持するっていうのはすごく重要なことで、どうしても肌荒れって繰り返してしまうんですよ。けど肌荒れしている期間が長ければ長いほど肌っていうのは弱まってしまうんですよね。なのでこの健康な時間っていうのを少しでも長く長く取るっていうケアが一番メインになってきます。なので私はこの皮膚を厚く育てて皮膚を強くするっていうケアをメインに毎日お手入れしています。はい、というような感じで今日はですね、私の普段のスキンケア、まあ、お肌調子が普通ぐらいの時の夜のお手入れを紹介してみました。いかがでしたでしょうか。またよろしければチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。